きつ、詰めるという字に行きます。まず言偏を書きますね。短い位置を書いたらまっすぐの位置、それよりも短めに2本の横線、2本の横線よりも少し幅を広くして、四角に近い口だから縦横だいたい同じぐらいの長さで閉じます。そしたら言偏の横位置よりもやや短めぐらい、そしたら辺よりもちょっと高い位置から上を長く、下を短くで、ここを短くで、上の半分ぐらいの長さかな、で閉じますね。ここを少し上げて、口がだいたいここ同じぐらいで終わるように、言偏の辺の口よりも少し大きめに横に広い口を書きますね。こことここを残します。